フリードリヒ・ハインリヒ・ヒンメルはドイツの作曲家。ヒンメルはプロイセンのブランデンブルク州トロイエンブリーツェンに生まれた。音楽に転校するまで晴れで進学を学んでいた。ポツダムでの一時滞在中、プロイセン王、フリードリヒ・ビルヘルム2世に独学したピアノの腕前を披露する機会に恵まれた。王は直ちに一年分の手当の支給を決定し、 ヒンメルが音楽の修行を完了できるようにした。イタリア学派に属するドイツの作曲家であるヨハンゴットリープナウマンの下で学んだヒンメルは死の学派の様式を用いてオペラセリアを作曲した。そうしたオペラの第一作がデニエオペライルプリモナビガトールであり、1794年にベネツィアで初演されて大きな成功を収めた。1792年に ベルリンに赴くと同志で上演されたオラトリを愛事故をきっかけとしてプロイセン王の宮廷カペルマイスターに任命されその立場でカンタータや大観テデウムなどの多数の公的音楽を作曲したストックホルム、サンクトペテルブルク、ベルリンのために書かれたイタリアオペラはいずれも当時は熱狂と共に迎えられたこれらにまして重要なのがファンチャンと呼ばれる アウグストフォン・コッチェブーノ氏に作曲されたジング・シュピールである。また、ヒンメル持ち前の純粋で簡素な旋律は、アン、アレクシス・センド・イッヒ・ディッヒなどのリートにも現れている。ヒンメルは、ベルリンに没した。ありがとうございます。